1本のホルダーに加工に合わせたハブを脱着。ヤマはジョイントツール。ヤマハのジョイントツールは1本のホルダーにセンター穴ドリル A 型、 B 型、位置決め工具、面取り工具の4種類のハブを付け替えて使用します。ハブは高速長寿命のコーティング、スタンダードの無処理、2つをご用意しました。ホルダーは150ミリと200ミリの2種類、用途に合わせて柔軟に対応できます。工具に使用される高速度鋼ハイスには枯渇が懸念されるレアメタルを多く含んでおります。ヤマワのジョイントツールはハブが損傷してもホルダーに新しいハブを付け替えるだけ。ホルダー部まで丸ごと取り替える必要がありません。身近な資源の節約は、ひいては持続可能な業界の発展のために貢献できると考えています。ヤマワのジョイントツールにはネジオーソリティとしての多くのノウハウが詰め込まれています。独創的なネジ山を新たに設計しました。接触方向の接地面が広いので締結力が増します。締結部には円錐面のはめ合いを設けました。確実な力の伝達と同軸精度が得られます。剛性が高いので負荷の大きな加工にも対応できます。ソリッドタイプと変わらない高い精度を実現しました。 Save the resources。 持続可能な発展へ、ヤマワの技術力が支えます。ヤマワジョイントツール。